イギリス王室の発表によりますと、キャサリン妃は座りが重く、8日はウィリアム王子の公務をキャンセルし、ケンジントン宮殿で治療を受けています。第二子出産へ。イギリスの新聞は紙面で断定的に報じています。キャサリン妃はまだ妊娠12週目に達していないと報じられていて、出産は早くて来年の春頃とみられています。誕生すれば王位継承権は長男のジョージ王子に続き4位となります。南朝は昭和天皇の生涯をまとめた昭和天皇実録の内容を公表しました。昭和天皇の戦争末期の思いなどが伝わる内容となっています。実録によりますと、第二次世界大戦の終結を決める過程で昭和天皇は広島や長崎に原爆が投下される前の6月、当時のソ連に和平の仲介を求めるという報告を受けると、戦争の早期の終結を希望されたということです。こうした和平への思いが昭和20年8月10日ポツダム宣言を受諾する昭和天皇の盛大への続く様子と合わせ読むことができます。また平成18年に報道された富田元宮内庁長官のメモによる靖国神社への永久戦犯の防止と参拝中止との関係については、昭和63年の部分に永久戦犯の防止ご参拝について述べられると内容のフレーズ記述されていますが、随記するように富田長官のメモとされる資料が報道されたとも書かれています。昭和天皇実録は今日から11月末まで宮内庁資料部で内容を閲覧できるということです。東京水戸町で9歳の女の子が飴をあげると言って男に渡されたものを口にして一時意識を失った事件で、被害者の女の子